あなたがもし口呼吸をしているのであれば、美容と健康のため鼻呼吸に変えていきましょう。こんにちは、原町接骨院久松です。今回は美容と健康のため鼻呼吸に変える4つの方法ということでお話しいたします。口呼吸ってね、デメリットがすごく多いんです。 ですから美容と健康のため鼻呼吸にしていくのが大事になります。今回はね、その方法についてご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたはきっと鼻呼吸がしっかりできるようになるはずです。ではお話しいたします。まず口呼吸、口呼吸デメリットが多いです。口呼吸のデメリットっていうのは、風邪をひきやすいっていうのは、この鼻がフィルターになってて、ウイルスや、細菌を防いでくれるんです。ところがね、口から入るとそのままウイルスや細菌が入ってしまって風邪をひきやすくなってしまう。そして二つ目のデメリットは、虫歯や歯周病になりやすい。口呼吸っていうのはドライマウスになることが多いです。ドライマウスっていうことは、唾液の分泌が低下する。唾液の分泌が低下すると虫歯、歯周病になりやすくなっちゃうんですよ。はい。そして3つ目は、口呼吸は、口周りの筋力が低下して、ほうれい線や口のたるみが出やすい。はい、口周りの筋力が低下しちゃうんですね、口呼吸ってのは。そうなるとほうれい線や口のたるみが出るってね、もう美容的にも良くないんです。美容にも健康にも良くない口呼吸、鼻呼吸は体にいいんです。そんな鼻呼吸に変えていく方法、4つあります。まず1つ目なんですけども、あいうべ体操というやつです。このあいうべ体操、どのようにやるかというと、これ声を出しても出さなくてもいいんですけども、あいうべと、大きく口を動かす。今声を出しますけども、声を出さないように、これでもいいです。これを続けて行います。これを30秒から1分、1日2、3回やりましょう。これをやると鼻呼吸ができるようになってきます。そして2つ目の方法は下回し、どうやるかというと、口を閉じて唇の裏をなぞるんです。口を閉じて下で唇の裏をなぞっていきます。終わったら反対側の反対も、こういった形でやります。これを左右5周、最初やりましょう。そして慣れてきたら、もうこれどんどん回数増やすいです。これをやることより下呼吸やりやすくなります。これ1日1回から2回やるようにしてみてくださいね。で、3つ目は、舌を上側の歯の裏につける。もうこれね、今すぐできます。舌をあなたの上側の歯の裏につける。やると分かりますけど、これやると口呼吸できないです。鼻呼吸しかできなくなります。これね、もうその場でできる簡単な方法、舌を上の歯の裏側につける。そして4つ目はガムを噛む。ガムを噛むのも、噛んでると鼻呼吸しかできなくなります。噛んでると口呼吸できません。ですからね、この4つの方法をやるようにして、鼻呼吸にして美容と健康に役立ててみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。